どうもこんにちは、としろです。今日は12月16日土曜日の3時前です。前回ショート動画でも言ったんですけど、出勤頻度は少ないんですけど、バイトしててたまーに出勤があるんですけど、それが今日なんですよね。出勤なんで朝は起きれるんですよね。ただ睡眠時間がもう現時点で4時間起きている。で、ショート動画がもうないんで、食べる系のやつをちょっと撮ろうかなと思ってるんですけど、動画編集が全然終わってないんですよ。今日土曜日なんで、日曜日の夜に投稿したいんですよね。ってなったら、爆食いした後に編集をしなきゃダメなんですけど、僕ご飯食べた後バカみたいに眠たくなるんですよ。どうしようかこれ。どうやったら飲みきれるかな。理想で言うと朝起きて出勤するまでにカットは終わらせたい。電車の中とかでね、仕事終わって2時から3時の間にテロップとかも全部入れ込めれたら超理想で、3時からご飯食べる系の動画撮って、その後の編集すごく差し支えそうやな。ご飯食べた後ってバカみたいに睡魔が来るんですよ。もう意識を失う。こうなる。ちょっとそれもあるんで、無事一日を過ごすことができるのか。時刻は7時半ですね。ちょっと寝坊したね。でも今から支度して。これですら数匹しか、それですら数人しか。ということで朝の準備をしていきたいんですけど、さっき自分が何が言いたかったのか、時間が経てば経つほど全くわからなくなってきましてですね。いや俺ね、最近朝起きてからスッて起きれんくてね、もう朝起きたらずっと椅子の上に座って30分ぐらいあの時間が続いてるんですよね、毎日。いや最近これめっちゃ老いのせいな気すんねんな。昔はな、スパッて起きれててんで、めちゃめちゃ。いやけどもこの歳になってからなんかもう朝起きてからスパッて起きれんくなっちゃってさ、2000年代の Windows 立ち上げてる感じなんやね、もはや。最近のね、Mac とか Windows はもう電源つけたらパッて立ち上がるでしょ。もうでも俺の頭もう電源つけてから立ち上がるまで10分ぐらいかかるやつね。ってことでなんやかんやしてる間に無事に駅に着きました。今日はね、天気が雨か雨降らんかようわからん天気やったんで、傘一応持ってきたんですけど、僕が傘持ってきたってことはこれ雨降らないですね。いやマジでこのパターン多すぎる。もういつもそう、雨降りますよみたいな感じのこと言うてるから傘持ってきたら一滴も降らへんやろ。で今日に限って持ってきてへんねんなーみたいな時に限って絶対に降り上がるね。ということでセブンイレブンにてね、朝ごはんを調達いたしました。覚えてないけど多分揚げ鶏と牛肉系のおにぎりとか、どうせその辺やろ、俺が好きなもんって言ったら。えマジでね、僕ね、小中学生の男の子が好きな食べ物が好きなんですよ。今最近の高校生とかよりも俺多分下ガキやで。それで言うとお正月とかに食べるおせち料理とかも最悪、もう何一つ好きなもん入ってない。あれ子供の頃正月の楽しみにあれのせいで全部消えてたもんな。あそこまで好きなもん何一つ入ってない食べ物があるんかと子供の頃ずっと驚いてたね。大人になったら好きになるんかなとか思ってたけど、大人になるにつれもっと嫌いになってたね。ということで無事朝の出勤を終えて、これからご飯を食べに行くんですけれども、時刻は15時16分ですね。時間的にも学生の集団がちらほらと視界に入ってき始める時間ではありますけれども、今回やってきたのはガストでございますね。ガストにね、今本気盛りシリーズっていうのがあってね、最近視聴者様から DM でね、本気盛りシリーズを食べてほしいと依頼の DM が結構来てたんで、中にはそれ食べると女の子からモテるでみたいなこと言ってくるやつもいたんで、これを機にしっかり食べて一人でも多くの女の子からモテてやろうと思います。って言ってもね、この本気盛りシリーズもいくつか種類があるんですよ。マジ盛りカレーみたいな、カレーをめっちゃてんこ盛りにしてるやつもあったし、なんかラーメンとか焼きそばとかもあった気するんだよね。やめてほしいよね。優柔不断に対してそんなバリエーション豊富なメニューを置かれてしまうと、もう一つを選び出すのに最低でも30分くらいかかっちゃうのよね。でもな、みんな、これデートで考えてみてほしい。デートでさ、こんなどれにしようかなって一生悩み続けてる男、絶対にあかんやん。そんな男、絶対にモテるどころかもう女の子からすれば、え、こいつそんなこともスマートに決められへんの？え、こんなやつと一緒にいたら、もし今後この人と恋愛関係が発展していったとしても、この人は何事も悩み続けて、スマートに決めれないんじゃないかと、そんなこと思われてしまったら、痛でもいいところなんですよ。デートスポットでさ、夜景の綺麗な山に行くかとか、景色の綺麗な海に行くか、みたいなんで、マジでめちゃめちゃ悩むもんな。え、どっちがいいやろ？寒さとか考えたら海はやめといた方がいいんかなとか、季節的に山やと虫めっちゃ発生するかなとか、そんなことを考えてるうちに、これ素晴らしい解決案ちゃうっていう解決案を思いついて、それがね、女の子に決めてもらうっていうことね。だからモテへんねんな。
ということで、悩みに悩み抜いた結果ね、この優柔不断は鉄板ハンバーグ本気盛りというものを頼むことにいたしました。ちょっと冒険のない安定したものを選んだなとか思わんといて。まあ確かに鉄板メニューを頼んだって感じはしますよね。まあこの商品鉄板メニューなんですけどね、なんか最近こういうしょうもないギャグついてきてる自分にめっちゃ老いを感じるよね。でも安心してください皆さん、このぼっちの時に何を心がけてるかというとね、ことめちゃめちゃ悩んだ末鉄板ハンバーグにしたのに、まるで何も悩まずに一直線にそれを頼みましたよと言わんばかりのこのすかした顔ですよ。そうですよ、この顔ですよ。一人でいる時はね、いかにこう僕は好んでこれをやってるんですよと、なんかその悩んだ上にこうしてるんじゃなく、あえて一人という道を選んで食べに来てるんですよと、誘える友達、誘える恋人とかそういうパートナーがいないからこうなったんではなく、自分の意思でここに座り立ってますよと言わんばかりの顔をしてタブレットをいじるということがね、大事なんですね、このぼっち活においては。と言いつつ僕ね、これタブレットじゃなくて携帯いじりながら今日のショート動画を編集してるんですけれども、いや毎日ショート動画を投稿してると、最近の恋人はスマートフォンになってますからね。でそんなことをしてるとね、僕のテーブルにロボニャンがやってきてくれましたね。僕ね、生き物史上一番嫌いで苦手な生物が猫なんですよ。まあ苦手は人それぞれあるから、そこはちょっと悪く言んでて、まあでもこいつは機械やったんでね、猫アレルギーを発動することもなく無事料理を手にすることができたんですけれども、最近増えましたよね、この自動配膳ロボットみたいな。いや僕ね、ちっちゃい頃テレビの日曜洋画劇場でね、アイロボットを見てた世代だったんでね、いつかロボニャンとアイコンタクトを取りたいと思ってます。ということで、ちょっとショート動画のワンカットを使ってるんで縦画面になっちゃってるんですけれども、飯テロインサートタイムですね。これね、ショート動画の撮影もしながらやってるんでね、携帯に重量ってやばいやつみたいになってるんですけどね。でもね、この鉄板プレート本気盛りね、あの子供の頃見た夢の景色が詰まってますよね。ということで、手始めに唐揚げから行きましたね。これ乗ってるもん全部ね、米とはもんばっかしか乗ってないんでね、とんかつ定食とかやとね、なんかいきなりカツから食べ始めるとめっちゃお腹空いてたやんとか、なんかもうそのね、がめつさみたいなめちゃめちゃ行きますよ、ね、そんなに腹減ってたんや、もうカツ食い通って食い通ってしょうがなかったんやみたいな、キャベツの千切りから行くタイプじゃないんですねみたいな、そのなんかワンクッション千切りキャベツを挟むことによる大人な食べ方じゃないけど、あもうそんないきなり主食から行っちゃうほど余裕のないガキンジョなんですねみたいな、周りからの視線が本来はね気になるところではあるんですけれども、これはそれがもう通用しないですからね。なんて言ったって乗ってるもん全部揚げ物ですからね。茶色の山マウンテンですよ、もう夏の富士山とでも言いましょうか。まあそんなサマーマウント富士もね、お腹を空かした僕の前では結構な速さで削られていって平地になっていってますね。あと何よりもこの鉄板ハンバーグ本気盛りね、米との相性が抜群すぎて、なんかもう米を食べるためだけに生まれてきてくれた揚げ物のせみたいな感じになってんすよね。僕これね、大盛りライスにしたんですけどね、もうはい、米騒動やってきました。令和の米騒動ならぬガストの米騒動ですよ。これはあの普通さ、定食屋さんのさ、ご飯のおかわりが自由な店あるやん。ああいう店で食べる場合さ、いかにメインのカツを残すかが勝負やん。カツ一かじりに対してご飯何倍でいけるかみたいなところでちょっと勝負してるとか正直あるやん。限りなくカツ自体はチビチビ食べて、ご飯はかき込んで食うて、でおかわりして、で二口目三口目もまたご飯めっちゃかき込んでみたいな食べ方して、味噌汁で流し込むみたいなのが、もうあそこの暗黙の了解みたいなとこあるやん正直。でもこの本気盛りプレートやとね、その逆の現象を味わえますね。いや初めてやもん、いかに米を制限しながらメインのカツを食べていくっていう。しかも初めてすぎてそれがうまいこといかんかったから、米序盤に消滅してもうたしね俺。ということで、時刻は17時を迎えましたね。皆さんどうでしたか？本気盛りプレートを食べてみたくなりました？あれ動画のコメント欄に結構女の子でもひっそりあれを頼んでる人が多いみたいなコメント欄でよう見ましたね。まあ小食な子は正直あれ食べきんのちょっとしんどいかもしれへんな。だからね、仲のいい同性の友達と行くのもよしやし、なんか知らんけど好きピか彼氏かと一緒にいて食うたらええやん。ということで僕はね、これからしたくもない動画編集の時間がやってきて、今編集に追いられてるんですけれども。まあ王道パターンで言うとね、スタバ行ってマック開いて、クールかまして編集するみたいなのがね、よく目に映るのかもしれないんですけど、僕はねそれをあえてスタバとかではなく、知る人と知るみたいなね、喫茶店にこもってやるみたいな、その王道には巻かれませんよ、大きいその波には飲まれませんよみたいな、僕のそのビビたる抵抗をね世に発信しながら、僕は今 MacBook じゃなくて iPad を開いて編集してるんですけど、何ですかこのクリスマス仕様の置物は、何ですかこのイルミネーションのクリスマス仕様たちは。大阪御堂筋にもね、非リア充たちを沈めてくるようなイルミネーションがね散らばってるんですけれども、クリスマスはもう終わってしまったんでね、多分このイルミネーションは今もうなくなってるんで、ぜひ大阪来た際、来年のクリスマスはカルピかスキピと見たらええやん。
ということで皆さんいかがでしたか。おそらくロケに出る企画はねこの動画が最後にあると思うんで、2023年ロケ動画はこの動画にて終焉となるんですけれども、てか見て、難波のね駅前になんかすごい広場ができててね、天空に向けて光がご来光してたんですよね。ここもね前はタクシーいっぱい通ってたとこあったんですけどね、なんか広場になって新宿の東横広場みたいにならなければいいんですけれどもね。ということでぜひみんなの今年やり残したこととかね、よかったらコメント欄にぜひ書いてみてやったってください。あとこれは最近の天気に言ったんやけど、まあ寒いのは季節やからしゃあないんやけど、とりあえず風吹かすのやめへん。